やっていきましょうか。ブルーホースです。バイオハザード R 一方。というわけでね、久々ですね。久々っつっても半年も経ってねえかね。でもまあもう気づけばね、1年近く経とうとしているというところでね。なんかボーナス？レコード？あ、なんかまあ、全部クリアしてるわけじゃないんでね。はい。というわけで、今回はメインストーリーを普通にやっていこうと思います。まあ、ロードゲームからね、まあ、周回クリアでね。で、今回何やるかっていうと、なんかチャプターごととかに、モッド入れたんで、ちょっとモッドでプレイをしてみようかなと。で、まあ、僕自分で入れたボットもあるんですけど、まあ、ちょっとね、知り合いとかに、これ面白いからやってみてよって、絶対も適当にやられたっていうのがあるんで、まあ、何が出てくるのかっていうのは、ワクワクドキドキしながらね、やっていくモッドでもね、やっていこうかなというふうに思ってますんで、まあ、皆さんもね、マイチャプターね、まあまあ、ちょっと気に入ったモッドとかがあったら、そのまま続けるかもしれないですけど、まあ、いろんなね、パターンを楽しめるモッドにしていこうかなというふうに思いますんで、まあ、まずは今日はね、チャプター1を、しっぽりとやっていこうかなというふうに思います。まあ、具だったら嫌なんでね、まあ、とりあえずクリアデータを使っていこうと思いますんで、一旦スタートまでカッツします。ロード時間が長えんだこれがねえ、あ、スペースティーンということで、まあ、早速ね、あ、そうか、このシーンからだったな。ここはなんかいろいろ、そうね、一発目だから、なんかサプライズみたいな感じで、こう自分で全くもって設定してないから、一体誰がどうなってるかとか、なんかよくあるのがさ、なんか敵がキャラが変わってるとかで、相変わらず、奇抜なデザインだけど、お美しいという状態ですね。だからこいつ一個思ったのがさ、首ガッツンって切られてるけど、上の方で死体を覗きに行った時にさ、全然普通に首ついてんじゃんって、どうなってんのと思うけどね。まあまあまあ、多分グロい、あ、でもこれ日本版と海外版で今回あれだよね、区別つけてないっていう噂だよね。1998年9月30日、まあまあそんなのはいいんですけどね。はい、ということで、まあ忘れない日とかって言ってるんですけど、あ、しまったな、日本語で英語字幕とか言ってる。アンブレラが流出させた生物兵器によって、あの夜が普通に日本語になってるけどね。はい、どうしようかな。でも英語、まあ、やっぱ森川さんのね、声を聞くのがね、大好きな人たちもいると思うんですね。奈落だったり、セフィロスだったり、ノーカラヒロシー、まあ、みんなのパパだよね。まあ、代表作的にはそこら辺があるのかもしれないですね。長く厳しい訓練と、過酷な任務、望むところだった。特に喋るところがないから別にもうあれだね。ちょっと今から何が起こるのかね、何がわからないからって。当てた車もこけちゃ先輩。懐かしいな。ああ、お名前がわからないって。はい。ということで、レオンですね。あれ変わってないな。ムービーシーンだからかな。いや、なんかレオンなんか仕込んどいたよみたいなこと言われたんですけど、特に変わってないですね。なんでこういうのってさ、まあ、原作は普通にあれだよね。なんだっけ、写真じゃないや、昼間に行ってたけど、なんでこういうのって夜に散策しに行くんだろうね。なんだろう、さらった連中が、その迷子は VIP かなんかか、所長直々の命令だ。あんたを手伝えとさ。それでこんな時間に、顔ちょっと待って、ちょっと待って、俺のさ、知らないレオンの顔になって、違う、これあれじゃん、なかなか言うじゃねえか、レッドフィールドじゃん、マジで、ここだけの話なんだから、秘密を教えてやる。主人公交代のお知らせ、ちょっと、ナンバリングタイトルは譲れませんって言って、この後じゃ待ちきれないからって言って、先乗りしてきやがったこいつ、RE5 まで待てねえから、もう俺この作品から登場するわって。マジか、もう本当のマフィア、やべえ、顔でかっ。ちょっと待って、気持ち顔でかくない？お前それどうやってそれと、それじゃねえや。ボタン止まってんのって、ゴリッゴリやん。いやー、まさかの主人公が、イケメン金髪くんからまさかの類人猿に変わってしまったというスタート。そう。ちょっと待って、くそ似合われ、サングラス外せ。そのスポーツサングラスを外せ。全然似合ってねえんだよ、普通に。そう、そもそもがさ、マフィアの格好っちゅうのも似合ってないんだよな。なんか服装変えれんのかな、これな。え？あ、ちょっと待って、頭突き抜けてなかった今。ほら。帽子に、顔がでかすぎて、帽子から頭はみ出てんだもん。
ダメじゃん、もう終わったわ。あじゃあ、セティウマステトリコ。おめえは普通なんだな。はあ、もうだ、全然ダメだね。もう頭、打ち散らかしてる。いやー面白いな。やっぱモッドってやってみたら面白かったっすね。なんか最初やってみてさ、なんかいろいろこうモッドのさ、あのやり方とかってあの YouTube とか出てたんですけどさ、そのモッドのやり方を出してくれているチャンネルで出ているはずのアイコン表示がさ、こっちの方ではなくて、あれどうしたらいいんだろうと思って、まあ、そしたらあのコメント欄にね、どうやっても出てきませんっていうね、あの泣きのコメント入れてらっしゃる方がいらっしゃって、あその人の返信コメントでなんか URL とかね、叩いてもらったおかげで、あ、俺もこっから飛んだらと思ったら、見事にできた。頭出てる。見てきてもらえないか。了解です。さあ、じゃあ行くか。めっちゃいやいや。この決めてる顔がさ、もう、クッソレオン意識してますみたいな感じで、めっちゃ腹立つんだよ。頭出てるっちゅう。泣けるぜ。いや、これは。しかも身長が多分10センチくらい違うんだよね。ってことは、だからあれだよね、身長が縮んで頭、いやー、あれだね、だから2004年の時点ではこれ超小さかったけど、2009年になった時点でゴリッゴリになっちゃいました、みたいな、そんな感じっすよね。これは普通なんだな。相手も今まだ開けなかったよね。よし。じゃあ、まあね、こっから先は普通にやっていこう。あれ、こんなにヌルヌルで早かったっけ？あのね、RE2、RE3 とか、あとそれからリベレーションズとか、あ、こんなんだったっけ？やったからもう久々にプレイするからね、うん、ほんと数ヶ月ぶりだからちょっとね慣れてないかもしれない。ちょ、あーなんかちょっとカクついてるな。もうちょっとでパソコンをね、来年にパソコンを買い替える、あれいいだよね、いいそうだね、に買い替える予定ではあるんだけど、ボーナス次第で、うん、お邪魔し、もうね、君が慎重にねその中に入っていくっていうのがね、なんかちょっとね違和感があるわ。もう思いっきりガチャンって入ってた。誰かいるか。バーン。で、ここ行ったら、そうね、いないんだよね、ここね、チラッと見てもね。これなんか、でもなんか、他のモッドにも、そのカメラモードにしたら、なんか、どこまでも行けるぜモードみたいなのがあったりとかしたらしくって、あったらしいとか、あ、見つけて、それとかやったら、この裏にもしかしたら隠れてるかもみたいなのが割れて、あ、ちょ、重た。お邪魔しまーす。どうも、ゴリラです。そりゃね、いきなりね、人じゃなくてゴリラが、部屋に入ってきたらビビるような。しかも、視野狭すぎ、ういー。これは普通なんだな。なんか、敵が変わるモッドとかもあるらしいですね。勝手に入ってすまない。まあ、いろんなモッドがあるからね、まあ、ちょっと自分で、まあ、まだチェックしてないから、まあ、チャプター2、まあ、パート2くらいからね、どんなモッドにしていこうかって、自分でちょっと、仕込みながらやっていけたらな、というふうに思ってますんで。はい。まあね、ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。いやー、ほんと、ちょっと待って、服のサイズとさ、顔、やっぱ全然、身長とかが合ってないよね。まあ、帽子がでかすぎるから、帽子が小さすぎるからっていうのもやっぱあるよな。ということで、うわーって向かってくるのかな。だよね。それはゴリラはさ、ゴリラと素手で戦ったらまともに勝てるわけないから、それは武器使うわっていう話だよ。しかし、さて、俺どんな武器持ってたっけな。あ、そうだ、思い出した。なんかあれだ、この周回するしたやつあれだ、確か。何、そうだよね、そうだよね。あー、そうだった、これしかねえんだった。レーザーポインター、そうだね、変えていかなきゃなんね。一応ね、プロフェッショナルにするとトロッコがめんどくさいから、トロッコがね、俺ね、あんまりね得意じゃないから、マリオ・フェルナンデス・カスターニ、なんとかによってかっこいいよね。フラペチーノとかね。え？よし、じゃあ入っていこう。鍵を開けて、カチャコペペッと。まあ、いけるところはサク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 やっていきましょうかね。まあ、別にモッドを楽しむだけ、っていう回であって、あれ、ちょっと待って。あれ？なんか、あれだな。サドラーにさ、フルボッコリされてたと思ったんだけど、なんだっけ？あれあれあれ。アーマーが。なのに、普通に、あれだね、大丈夫そうだね。まあ、普通になんかボッコボコにされてたはずだったんですけどね。で、チラッと見て。なんか、サングラスとか外してみた。サングラスってこの場で外せたっけ？オプションメニューからじゃなくてできなかったよね。オープニングに戻ってる。うぃー、お父が、首を切られてるじゃん。こいつを殺したやつはあの一瞬でどこに行ったんだろうな。なんかどっか抜き道とか実はあったりとかしたのかな。
どうなってるもこうなってるもやられちまったんですよ。んで、キーアイテムとかは別になった。あ、でも、あ、これ売るん忘れてた。まあ、一気にまとめていくけど。よし。じゃあ、行きますか。恐怖のお時間。あ、ちょっと待って。バグってる。相変わらずだ。おお、バグってる。死んだ。こいつは一体。ちょ。相変わらずあれだな。銃を構えるとダメになるな。これはもうちょっとあれだね。普通にやってプレイしたらできないはずだからな。ういなんでそんな。おお、来た。よいしょ、おいで。バーガー、ちょ。ういよし、オッケー。ちょ、ダメだ。よいしょ、オッケー。で、ここ開けて。で、久々すぎるのとパソコンのスペックがバグってるので、こっちかな。あ、ちょっと、こっちで、エキストラだったっけ？あ、コスチュームアクセサリー。あ、やっぱ無理か。ジャケットレスになってるね。で、ここはレオンの顔になってんだね、やっぱり。普通もまあ、でも普通はそうか。よし、行こう。で、ここを特に拾うのないから、お邪魔しまーす。こいつの衣装を変えて、なんか、あのね、このままの顔で違う衣装とかに変えたらどうなるのかとか、すごい気になるよね。面白そうだよね。果たして一体どうなるのか。あ、間違えた。でも意外とね、クリスってさ、ほら、パソコンのスペックがめちゃくちゃ高いじゃないですか。ね。HQ。意外とね。こちらコンドルワン。こちらハニマン。この声で、この声でゴリラの顔っていうのがもう違和感マックスなんだよね。いいニュースだな。そうしてよな、本当に。さすがね。はい。湖に手がかりがありそうだ。チラチラっと、あれ、なんだったっけ、あの、ハニガンの顔も変わる、顔じゃないや。なんか衣装も変えられるのがあったっぽいけどね。何が起きたかわからないが。色入れて楽しんでみるのも面白いかもしれないな。まともじゃない。まあ、どこじゃない。あ。あ。悪いな。また後で。はーい。ルイジ。ちゃったね。邪魔したな。お邪魔しました。ペイース。まあゴリラもあのほらバイオファイブでな窓ガラスからピョンって飛び降りてっていうシーンもあったけどね。頭が本当すっごい違和感のあるあれだね。頭してるよな。まあ、違和感のある頭ってなんかちょっとなんかこれ以上はなんかちょっとあんまり触れてはいけないサンクチュアリの言葉が出てきそうだね。よし、ということで。Welcome! 何から始める？まずはトレードで、どうしようかな。まあ、宝、そうだな、宝の地図は手に入れとこうか。お宝には目がない口か。うん、そりゃそうですよ。やっぱ ね、勝手なんぼのおでんに候やからな。で、セルで、これはいらないでしょ。なるほど。こういうのもありかもな。だる？あれ？なんで、こいつらだけ。アイテムボックスから売れるようになってる。ああ、そういうことか。何持っていこうかな。まあ。お宝ガラクタ、何でもござれか。その価値を決めるのは俺たちだけどね。あれ？他にはない一品がいろいろ揃ってる。お前ちょっと品薄じゃねえか。あれねえじゃん。金を落としていくか。まあいいや。ここら辺持ってないって言ってたけど、じゃあここら辺も改造しきってアイテムボックスに入れてしまおうか。じゃあ好きな大丈夫とか。そいつは別名民事製造機。いや恐ろしい名前でございますね。まあよく餃子とかハンバーグを作るから。ぜひミンチ肉はね、たくさんあった方がいいかなと。今全部買えるか、よし買っちゃおうか。早いし強いし安定してる。おまけにスコープまでつける。球数かな。こいつ敵に。すごいなー、なんかあれだな、敵の頭におやすみなさいをねじ込めるぜ。なんだろうな、ま、マイスリーでもなんかぶち込むのかな。ほい。引きつけるだけ。ああ、ショットガンの基本的な使い方っていうところですね。はい。ありがとうよ。で、こいつもっと。これでアンタのもんだ。え？ああ、それだけ？寂しい。それで、よいしょっと。んで、ほい、これでと。ああ、でもやっぱ改造していかないとあれなんだな。普通に改造でいける？あ、これ改造済み。気に仕上がれたぜ。実践で試してみな。まあなんかちょっと改造していって、あれだね。
いろいろ試してみるの面白いよね。このチャプターはこの武器でいきます、ね。ただ一個問題がさ、やっぱさ、まあ、さっきも皆さん見て分かっていただいた通りさ、バグり散らかしてるんだよね。そうなるともう無理ぽーってなる。こぼし595ペセタって。よし、じゃあこっち行って、トゥルッと。さあ、まあ、まずはね、村の中央をクリアしていかないことには何にもならないからね。まあ、とりあえずちょっと、安定するまでは、無限武器を使っていかないと、多分大変なことになる可能性が非常に高いので、とりあえず、ごちそうさまです。あれとか待って、ちょっとハンドガンの弾が一発も出てきてないんだけど、そんなの。ふぃー、あ、出てきた。言ったら出てきた。お邪魔します。ダイナミックに。ふぃー。で、ペン、ペン、ペン。ゾンビ入れ替えで、シカゴスイーパー、ハンドキャノン、まあコナティがあれば十分かな。無限ロケランまではちょっとやりすぎかな。じゃあ、預ける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 、ここら辺の並び替え無理なのかな。ああ、なんか適当にパパってなっちゃった。で、わーお、すごいな、もう完全にカラッカラなってんな。ほんで、ちょっと、無変化をしちゃった。で、そっか、すげえな、ここまで使ったってことか。俺とんでもねえじゃん。これも預けと。おう、よし。じゃあ回復薬はいくらあっても困ることはないからね。でこっちチキッで構え、よっしゃー。だだ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 、え、あれもうバレた、あれもうバレた、声、あ、めっちゃしてるわん。めっちゃ声してるわん。頭抜けた、え、え、あれいる、あれここにトラバサミってもともとあったっけ、ここ。おいで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 。来ねえし。じゃあ、こっちのアイテムを持っていっとかないといけんぜよ、と。ほい。ほい。アイテムランダムのやつとかがあったら面白いんだけどな。なんか入れれないかな、そういうのな。また探してみよっかね。こっち行って。バグってバグってバグバグチョ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 、あ、やばいやばいやばい、鼻、ほい、落ち着いて落ち着いて、ね、このオプションを開くとね、治ってくれると一緒になってるから、ティン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 、うにゅうにゅする、なんかそんな気がしたよ、おじさん。オッケー、これあれだな、あ、なんもならないんかい。え、あれ、あっちに走ってたやつってこっちなんか、お、お、チュ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 、あれここにさ、トラバサミってなかったっけ。あったあったあった、よし、オッケー。で、この中にいたよね。うやー、よいしょー、おりゃめれい、どうだ。でもクリスのゴリラパンチはね、脳天にぶち抜かれたらもう超効いちゃうからね。よし、でって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 、頭がプラプラ。こいつの、なんか、あ、そうそう、なんかね、適合なんかいろいろマリオとかになんかできたりするみたいな仕様も、ちっちゃ、レオンをマリオにして、え、あ、ちょっと待って、なんか、あ、違うわ。あれは普通に頭か。チラッと見て、チラッと見て、ぽい。燃えてます。これ、海外版だとあれらしいですね。なんか普通になんだっけ、生きたまま燃やすらしいですね。あれ、ちょっと待って。これがショートカットになってなかった。それは困る。どんでした、え、見つかった、もう見つかった、早いな。ちょっと待って、どこ撃ってん、どこ撃ってん、どこ撃ってんねん、どこ撃ってんねん。おい、来れ、あ、あ、動かなくなっちゃった。おらら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 、そうね、キリが見ね。よし、オッケー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 、お次は誰だ、え、で、あれ、お前そっちから来んのか、おかしいな、あれ、こっちだったっけ、こっちだったっけ、
ダンス、あちゃちゃ、あちゃ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 、あてて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 、厄介だな。なんか、ちょちょ、そんなさ、クリスは冷静じゃないんですよ。いい加減にしてくれ。俺も冷静じゃないんです。よいしょ。おお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 、これちなみにさ、今何、おおお、立ち上がれガンダム、そんなお前にマグナム。あれ、あ、ちょっと待って、なんかブチュって言ったぞ。生き返った？立ち上がってる？ちょっと待って、あの状態になって立ち上がってさ、普通にさ、今鐘の音聞いて落ち着いてたけど、やっぱ鐘の音ってなんかすげえんだな。ラモス、ペテロ、ナタロ、ドゥオ、バイオハザード、アリ、うわあ、崩されていく。まあゴリラだから踏んでもなんとかなるでしょう。うぃさて、どうなるかな。あれ、設定って本当にこれレオンの顔が変わるだけなのか。そっか、ちょっとそれはダメですね。もっとなんかいろいろと変わって面白いことになってる状態を、もう進めてしまったからの パート2からちょっとね、そのようにしていこうかなっていうふうに思うけど、まあ撮影時間によってはね。うん、これどこまで進んでいくかだな。まあとりあえずシャプター1は全部パッとやってしまうか。アイテムはでもな、ちょっと拾っといて。うわお、こんなに俺惨殺しちゃってたっけ。なんかそうだとしたら誠に申し訳ございません。どうなってるんだ。ビンゴ。いやー、すげえ燃え方してんな。こんな骨肉そぎ、右足と左足の骨の太さが違うって、そんなこと起こる。まあ起こるんだろうな、きっとな。ということで、ピー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 。ごめんね。鶏肉が。この鶏肉は取りにくいってやってみて。こちら HQ、湖へのルートが分かったわ。マジっすか。大きな風車の先よ。はーい、風車どこ？村の奥へ向かってくれる。風車どこ？了解。これから向かう。風車どこ？気をつけてね。質問に答えてください。コンドルは。風車どこ？質問に答える！で、アイテムを、まあ、回収しつつ、頭が相変わらずの貫通なんだよなぁ、ほんと。これちなみにアイテム取らずに、なんか、うわぁ取った瞬間登ることができなくなりましたと。いやぁ、びっくりした。なんか久々にやるとなんかあんまり覚えてるようで覚えてなかったり、まあ、ラジバンダリクルクルっとしたりとかで、ふいっと。で、くるっととかやって、ふいっと。で、破片手榴弾。ここら辺のアイテムは特になさげと。ふいって、こうやってバーンと開けて、こっちも、ないね。オッケー。チュイヤ。普通にアイテム取れるな。やっぱランダマイザーやってみたいな。ランダムアイテムないのかな。もうこれ一回進めちゃったらもう無理なのかな、さすがにな。ほい。じゃないと整合性が合わなくなってきたりする可能性もあるもんね。ほい。素材 S。リポビタンでー。こっち進んでいくとアイテムが何もないかっちゃん。破片シュルシュル。爆発物陳列剤。で、んなもん並べるな。よいしょ、オッケー。くるっと。あれ？割れてなかったのか。よいしょ、オッケー。くるっと。で、ちょっとね、唯一いじめられている、かわいそうなガナちゃんがいるんですよ。そいつ今から救出しに行こうか。あれ、ここハンド、あれ、ここハンドがなかったか。とか。ほい、くるっと。よし。ふいー。で、まあ、もっとかわいそうな目に遭わしちゃったんだけどね、今。なんでこいつこんなことになってたんだろうな。なぜ中から人が、みたいな。ああ、ここは、あれか。しかも溶けていく。かわいそうでしかないよな。ふいけい。え？あれ、ここレッハなかったっけ？そっか、いろいろアイテムがあれなんだな。もう、なくなりつつあるんだな。ちょっと待って。ほい。あれ、レッドハブないのか、ここ。そっか。忘れちゃったじゃない。で、トゥルトゥトゥルトゥって、そんなことよりも早く先に進めよって言ってる人、俺もそう思う。まあでも、まあ、いいじゃないですか。超久々にね、やるからね、半年ぶりくらいにやるから、楽しくて仕方ないんですよ。だって RE4 村観光ツアーが終わった後、ベラベラ喋る観光ツアーが終わった後、なんかどれないわんよ。6の、なんかエンブレムをひたすら集める旅？まあ、壊すって言った方が正しいのかな？
壊す旅して、おめえ何があったんだよ起き上がれよガンダム。てかそもそもここ燃やしてないのになんか燃えてんだよね。あれ俺やっちゃった？いややってないよね。あ、ちょ、なんか落ちてる。ああ、あったあった。やってないのにやられちゃってる。いっちゃってる！チュ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 。んで、ここら辺のアイテムは取れたから、そう、だからね、バイ、6やって、リベレーションズやって、でリベレーションズもあれほんとエグかったよね。ご覧になった方います？8月末くらいからあの1ヶ月くらいかけてやったんですけど、あのね、なんかほんともうナイフを1回でも振ろうもんならもう二度とあの正気に戻れないくらいもうグワ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 なるみたいなね。ちょっとチュインチュイン、ここら辺は大丈夫かな。よし、 OK。そう。っていうくらいも大変なことが起こっちゃったから、マジであれは本当にないわーって思いながらやってたんだけど、あれでよくクリアできたよ、本当にね。わーん、あん、どこ向かって走ってってんのよ、本当。おかしいの頭だけにして。俺のこと言ってんのかーってなんかゴリラが言ってるけど、そうだよ、おめえのことだよ。ゴリゴリゴリラ、ゴリゴリラ、ゴリ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 クリッと。スピネ、あ、スピネ、え、普通、え、スピネ普通にこんなとこで拾えるの？よいしょ。じゃあ行きましょうか。ギャズビコー。ギャズビコいやいや。あのね、うんちするならもうちゃんとふさわしいところに行きなよ。あれ？当たった。当たった当たった。おお、卵産んでんじゃん。やり、え？こんなごっつい音鳴って、お友達もお亡くなりになってんのに気づいたやつが一人しかいない。あ、あ、外しすぎ外しすぎ。シュンババババ、シュンバババ、シュンバババ、シュンババ、シュンババ、わーお、あれこっちいなかったっけ、あそこいないの、あれ他には、あ、牛ちゃん、よ、ごめんな、餌くれるやつ、ぶちのめしちゃった。シューア、シューアって、あれほんとあれだな、集団率が低いというか、もうくるくる、ああ、違う。こっちの方がいいね。これあんまりね、牛とかね、豚ちゃんをいじめるとね、逆にいじめ返されるからさ、気をつけなきゃいけないんだよね。あれ、ここ、こんないなかったっけ、人。人じゃないんだけどさ、水中に侵されちゃった変態野郎です。オッケー。で、ふいっと。あ、あとここにもあったね。で、くるっと振り返って、振り返れば奴がいる。いねえし。あれ本当にいない？こんな少なかったっけか。どうですか、どうですか。よし、オッケー。あと一個。あと一個。ふいっ、イエーイ！イエーイ！あれ本当にいないね。なんだろう。なんかすごい荒れてるけど。お邪魔します。ピッピッピッ。ピッ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 。そっか、じゃああれか。普通になんか、アイテムを取ったというか、あそこ降りた瞬間から出てくるっていう感じなのかな。あれなんとか普通にあれだよね。倒せないかな、出てくるところ。ほいっと取って、で、こっち。ここは特にないか。ピッ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 、すげえ出てくる。あ、ちょ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 。こっちはアイテムは特になかったね。よし、じゃあ降ります。ほい、着地。で、これでメッセンコンプリート。オッケー。ミッションを見る前にミッションくれる。あれなんかスピネル率高いな。あれなんかな、アイテムとお金を取り尽くしてるからそういうことになってるかな。まあなんでもいいんだけどさ。オッケー。さあ来い。来たが最後。ババアのケツ。おりゃー、頭が置いたた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 、また足元に引きずってる、かわいそう。まあ、ああなったらもうおしまいだからな。あれいない、あ、いたね、何人かいたね。チュワーン、あ、そっか、これ昔のサウンドエフェクトにしてるんだ。で、こっちで、あ、やっと力、なかなかしぶとかったな。キャー、来てる、助けて、ヘルプミー、あなたたちの相手を私知るほど余裕はあるざんす。じゃあ相手にしろよ。で、こっちピッと開いて、くるっと。
いやタタ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 タ普通に主人公の顔だけが変わってる程度だったらそんなにあれだね、もう面白くないね頭飛び出てるけどさ。でこっち来たらいるかな、向こうか。あおう終わり。あでもまだ落としてるな。どこだ、どっちだ。あ来た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 。 Welcome to Africa。 おしまいじゃないね、おしまいじゃないね、おめえだよ。オッケー、おしまいか。シュ似合わねえ。おー、ちょっと待って、いんのかよ。ちょっと待って、ちょ遊んでる間に来てた。これどこまで来る、どこまで来る。おー来た来た、課金。あ課金しねえのかよ。さあどこまで来る、どこまで来るかな。あでも後ろからも来てんな。じゃああいつ呼ぶか、おめえは邪魔だ。あーやめてーやめて、よしって触らないで。アーマー減る、アーマー削れてる。マジかよ。腹いせにこっから打ちのめして、バーン。さよなら。よいしょ。で、こっちで、くっそ、やられたな。やられちまった。てやー、もういいや。あ、違う違う、ラゴ。出る、ラゴのラゴ。湖はこの先。出るってどういう意味だろうね。出るにしてよかったって。相手のことわかんないって言ってる、なんか、あの、YouTube の CM とかよく見かけるけどな。うん。相手のことが分かんないんじゃなくて勉強したことがないだけっていう話だろ。ねえ、勉強したことがなかったら公式だって分かんないってなっちゃうもんね、普通に数学とかさ。ねえ、英語勉強したことないやつが初めて始めたら英語分かってるってなわけないっちゅうねんて。ああ、すごい。はい、あっちから来るんだ。ああ、もう、普通にプレイがしたい。早く新しいパソコンが欲しい。皆さん、もし、新しいパソコンをいただけるようでしたら、新しいパソコンを代わりにご購入いただけるようでしたら、もうぜひですね、皆さんにね、なんか、お近づきの印に、ディナーでもご馳走させてください。で、上の方から来てる、トゥルトゥトゥ。甘いわ！ほら、落ちろ。落ちたー！ふい、てん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 、9番！で、落ちたやつが果たしてどうなっている。あら、なっちょう。おばば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 ばまあそんなことも気にしない。新しいチャレンジに対してはいくらでも楽しいことボーン。大変なことになったな今。楽しんでこうぜ。チュ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 。おお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 。今こいつ頭吹っ飛んでたはずなのになんかすごい楽しそうだったな。頭も飛んでるぜ俺、やっちまったな。あーもうまた起き上がってきて、こいつ二日酔いから蘇ってくるやつみたいになってるよね。なんか向かい酒しねえとやってらんないっすわみたいな。あーまだいる。ほいーよしと、オッケー。え、あー今回はムチュ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 、あー危ない。今回面白いのがあれだよね、その敵も引っかかってくれるっていうのが面白いよね。ふっとなんかどっかからダイナマイズが飛びなっしてるけど、おお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 、壁の向こう側で爆発が起こっているざんす。犯人の場所は分かっている。貴様そこだな。遊戯王の六巻だったかな、マザキアンズのビキニ姿が見れるという超絶エロ回があるんだけど、うん、エロいかどうかは分かんないけどね、まあ、そういう癖があったらエロいと感じるのかもしれないけど、トランプじゃあ観覧車に隠れた犯人を見つけ出すみたいなね、うん、全然伝え方が下手くそすぎて全くもって分からないと思うけど、まあとりあえずなんか
遊園地に遊びに行きますで爆弾魔が現れますで、あの観覧車に乗っている乗客があの爆発で死なないためにトランプというゲ、まあ、トランプを、いや、あ、一回やった。そう、トランプをやってゲームクリアしたらあの爆発させないで済むぜって言って、ただあの観客乗客が何人かだったかな、4人か5人くらい乗ってるんだったかな。でその中でまあ一人そのアンズちゃんが、まあ、遊戯を、遊戯主人公のまあ幼馴染というかヒロインというかなんか高2でおっぱい大きい女の子がいるんだけど、まあ、その子がここか観覧車乗っててやべえみたいな状態になって、でそれをなんとかするために遊戯が俺がやってやるぜってやって、でその結果ね、あの実は観覧車に乗ってた乗客の一人が犯人になっているというね、まあ、なぜかというとそこがぶち壊されなくて済むというか、そこにだけ唯一爆弾が仕掛けられてないっていう、まあなんかちょっとゲームの詳細忘れちゃったけど、何の音だ、何の音かどうかって、何の音かどうかっていうのもあれだよね、とりあえずあれだよ、ほいっと、うえよいしょー、こんなやり方楽しいな、べしべしべし、開けます。さあルイス・セラさんとのご対面でございますね。なんで肩押さえてんの、どうした、筋肉痛か、じゃあ開けよう、じゃあキッ、溶けていった。いやー、長らくチャプター1もようやくクリアでございますね。よいしょー。もうこの頭の突き抜けたレオンをちょっと見るのはね、レオンじゃねえんだよな。もはやゴリラなんだよな。見るのも大変だからね。もう、違う、衣装に変えてやっていこうかなと思いますね。よし、なんかライフジャケットつけてない、こいつ。沈まないようにするためか。話がありそうだな。どういうこと、どういうこと、察しがいない。おめえも衣装ちげえぞ。セニョール、タバコあるか、あるよ。いや、ガムなら。ないか、ごめん。残念、ならこれほどいてくれ。言っとくぞ、もうタバコの話が出るたんびに毎回言うけどさ、あいつだ、ねえ、誰だ、おい、そこに止まれ、ごつい、日本語が通じると思うなよ、スペイン語で話しな、うえ、もう本当にね、禁煙区域でのタバコを吸う、それから人がいるところでタバコを吸う、それから、タバコのポイ捨てをするっていうので、スリーバッターアウトだ、チェンジだからな。あ、スリーアウトバッターチェンジだからな。バッターじゃねえな。チームチェンジだからな。もう本当に。それだけでもう、罰金100億円くらい出したらいいのに。はい。ちゅうわけで、動画一旦ね、チャプターリザルツということで、まあ、撃退数がなぜか、なんかニューということで、まあ、一番新しいのを出したみたいな感じですね。はい。ちゅうことで、タイプライターじゃなくて、シフトこっち。で、ケースカスタマイズで、なんか特に別にでもあるか。装備を入れ替え。なんかちょっと面白い装備に変えてみてもいいのかもしれないけどね。まあ、いかんせんちょっとバグってる状態でまともなプレイができないからなぁ。あれ？あ。はい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 。これいいなぁ。これモッドだね。重ねられるやつ。だけど、一旦これ全部預けとこう。うん。なるほどね。そういうモッドも入ってるみたいですね。まあ、自分で入れたかどうかっていうのを忘れてるくらいやべえことになってるんだけど。はい。ということで、今回はね、モッドのバイオ RE4 スタートということで、まあ、ここからね、まあ、いろんな、バグった、キャラたちをね、皆さんと一緒に拝めたらなというふうに思っておりますんで、ぜひ、動画、最後までご視聴いただけたら幸いでございます。ぜひ、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して、次回以降もお楽しみいただけたらと思います。ということでまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。